あれ、なんだそれ。ああ、悪魔くんですか。あれ、悪魔がついてましたっけ、最初に。悪魔くんがね。ああ、実写の方ですか。子供の頃すごい好きで。ああ、はいはい。宇野重吉さんですよ。そうです。そうです。メフィスト。うん。僕、多分僕は再放送で見てると思うんですよね。僕もそうですね。あ、そうですか。まず白黒やったような気がします、ね、そう、白黒だった。今の若い人に宇野重吉言うと、いや、分からんでしょうね。だって、すでに寺尾明でもみんな知らんかもしれないですね。あ、息子さんですって。そうですね。そうですね。はい、では、はい、始めますか。杉ファッツとカルト評論家の瀬安哲司です。3人合わせてモークシャスが送る怪談とか、ああ、やだ、モークシャスラジオ真夏の怪談スペシャルバラバラやな。何の打ち合わせもされてない、されてない。もうそれ露呈してしまいましたね。はい、ということで、はい、今日は待ちに待った皆さんがというか、はい、むしろ我々メンバーが待っていた怪談特集、怪談特集はい、ということでね、まあちょっといきなりでですねとかってこういきなり始まるのもなんですけど、はい、ちょっとまた怪談と違う話をちょっとだけ5分だけぐらいするとですね、はい、まだメルカリからできんくらいましてね。あらあら、はい、僕メルカリにこうあね、自社製品をサウンドラボラトリーのエフェクターをこう売りに出してるんですよ。で、最近ね、ラクマも始めたんですよ。はい、で、僕、一つの手法として自分の顔を出してるんですよ。はい、そしたらね、ビュー数がものすごいんですよ。あ、売り上げにはなかなか繋がらないんですけど。まあ、そうですね。顔を流してることがわかる。そうなんですよね。うん、どんな人が売ってるのかっていうのもよくわかるし、うん、買う人も安心できるので出してるんですけど、はい、そしたらね、顔は出さない方がいいと思いますみたいな書き込みながら、ね、コメントがあって、もうね、余計なお世話じゃないですか、そんな。あんた何もその僕の顔が出てるからといってあなた何も被害被らないでしょうっていうね。ね、何かあったら僕がそんなんかなるだけで、そうですね、うん、でね、ちょっとその嫌ごと残しててもね、見る人も気分悪いんで、そのコメント削除した。そしたらね、通報されたみたいです。あ、でね、ラクマとメルカリ両方、まあ、メルカリもそれ探しに行っとるんですよ、僕のやつを、はい、でね、通報してね、メルカリはもうね、バサー無期懲役。あ、で、ラクマは一応その出品の下書きに下ろしました、はい、っていうんですね。
でだから僕そのままそうですかって、はい、そのまままた上げ直すんですけど、そうするとね落語はね何も言わないです、うん、何も言わない、うん、しれっと。だから一応その買う人に対してアクションはしてますよみたいな、うん、ちょっと、うんうん、柔軟性があるね。いきなり余計なことするの買いませんくせんね。なんか今時に人ちょっと敵に回すと、うん、すぐ特定されて個人攻撃になったりしますから、うん、やばいですね。まあそういうこともありますけどね、はい、あとその僕音のそのプロモーションビデオとかを作ってて YouTube チャンネル持ってるんですけど、画像に綺麗に1個ずつこれがついてる。そいつお前やろ分かってんだぞでもそれはちゃんと全部見てくださってるという。そうなんですよ、全部見て。でもね僕あれ、まあこういうとまたねなんか怒られちゃうかもしれないですけど、あれ耳悪いと思うでよね、まあでもジェフ・ベックのこう惚れ惚れする演奏にもこれつけてる人いるくらいですから、ね、まあまあそういうアンチも、まあ、出てくるわけですよ、ね、まあ、その込みで、うん、まあ、ちょっと頑張っていかなかなと、ね、はい、その反比例的な、はい、ことが出てきてるということは、そうですね、本物の面白いです。あ、ありがとうございます。そうですね、認められてるけどね、やっぱり、はい、無視称賛非難と言われますから、はい、ポットでの時は、うん、無視されて、はい、でちょっと実力ついてきたら、はい、こう持ち上げられて、はい、で本物のになったら非難しかされない、はい、それがこう人間の成長の3段階です、ね、ね、でもちょっと褒めてほしいまだ褒めて、そう、ね、はい、褒められてる、伸びるタイプ、そうそうそう、怒られたらもうシューンってなる。もう褒められても褒めるタイプですね。そう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 、そういうタイプ、はい、まあ、でもこう来たら、はい、よっしゃーみたいな、うん、やったーチャンスやみたいな、ね、そうですよね、そういうふうに考えて、うん、そうですよね、うん、まあいろいろね、そのやっぱりね、まあ、どんな業界でもその必ずアンチの人も出てきますからね、はい、ということでちょっとそういう、まあ、枕言葉ではないですけどそういう話が あったということで、ちょっと僕今気になっているのがあっちのブラインドが揺れてるんですけど、あれはあれエアコンの風ですね。あ、びっくりした。はいはい、ちょっとね普段より照明落としてるんです。それと今日の収録中のビデオをご覧になられて、なんか変なことが入ったとかね、変なものが映ってるぞという場合はね、ぜひともメッセージをいただけたら、コメントがあります。はい、で1週間以内にダビングして違う人に見せないと知りませんよ知りませんよって言われても確かに僕らとはどうしようもないレベルもありますけど、霊能力ゼロ、はい、ちなみに霊感もゼロ。ゼロです、もうゼロ。ちなみにいや僕もゼロなんですけど、はいはい、ね、はい、僕の手見てもらったら分かるんですけど、はい、神秘十字っていうのが両手にあるんです。はあ、これどこですか。おお、ほんまや。えで、こっちにもあるんです。僕ね、僕両手にあるんです。こっちにも十字あるし、こっちにも十字あるでしょ。ああ、本当だ。でね、これ手相を見る人に言わしたら、もうものすごく鋭い霊感の持ち主。え、うん、それでね、あともう一つ特徴としたらね、ご先祖様にすごく守られてる人にこういう神秘十字っていうのが出るらしい。この辺にこうちっちゃい十字が、ね、うん、あるんですよ。こっちもかすかにあるけど、これ違うな。T になる。10個になってる。でも霊感はゼロです。霊感はね。いや、それでね、僕ね、その今日怪談特集ということでね、怖い話をするんですけど、もうつい最近まで怪談って大好きなんですけど、こんなお化けなんておらへんと、幽霊とかで、もうそんな映画とかのね、それフィクションの世界でも死んだら おしまいと思ってたんですけど、ある出来事がその考えを変えたんですよ。僕ね、
知り合いの人にとある写真を見せてもらったんですよ。で、それはね、その人の職場の飲み会があって、飲み会が終わった後に記念撮影するじゃないですか。で、みんなこう社員の方並んでるんですけど、で、これ見てって言われて、で、パッて見たらね、真ん中にちょっとこうビシッとこうなんか スーツみたいに着た、ちょっとそうですね、もう60前後とか60ちょっとぐらいのね、あのまあ紳士の方が写ってる、もうみんなと一緒にこうやって立って写ってるんですよ。でも色合いがそこだけ全然違う。なんかね、本当にあの昔のね、あの安っぽい映画の合成みたいな、はい、でなんかちょっと色合い違うって言ったら、その人がこれね、ここにおる社員誰もこの人知らんって言うんですよ、うん、で、もう大騒ぎになったらしくて、それ僕写真見せてもらったんですよ、はい、で、そうしてなんかね、後でね、そのお店の方に聞きに行ったかなんかでね、はい、言うたら、あ、出ましたかと、あ、なんかね、そこの常連さんかなんかで、あ、なるほど、で、あの、なんか亡くなったらしくて、はい、でね、ちょいちょい気張るみたいな、でそこのね、なんかそのビルに飲食店がこう何階も入ってるんですけど、はい、どの階にも映るらしい、どっかしらにいるの、うん、ね、それを僕見た瞬間にかなり変わったんですね、はい、まあ、その写真僕もね、うん、あの見せてもらいました。あ、そう、あ、そうか、そうか、はいはい、あのね、なんか伊藤博文みたいなんですよね。あ、なんかそんなね、割とこうひげがこうなんかそうじゃけね、うん、それでなんかその人だけなんかモノクロみたいな、そう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 、ちょっと色は違うんですよね。でね、あの、うん、ピンスポが当たってるみたいな感じ。そう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 、その人が。あ、見ましたか、せやさん。見ましたか。一緒に見まして。あ、そっか。あの、せやせや。某東京の某ライブハウス。ああ、うん、そうだ。うん、ね、もうあれで僕考え変わったんです。あ、それで、あの、まあ僕はそういう昔から小さい時。多分ね、僕は母親の影響だと思うんですよ、うん、あの母親がそういうね、あの心霊ものが大好きで、でこうテレビでね、こう見てたのを一緒に見て、はい、好きになってね、うん、っていうので今に至ってるんですけど、お二人は一体なんでこう心霊が、あ、僕もね、やっぱ小さい時からやっぱり興味はあったと思うんですよ、はいはい、なんかきっかけになったもん、エアコンの音が結構うるさいんで、田辺さんが、はい、エアコンをちょっと、ああ、いい感じですね。はい、すいません。ちょっと、これで、はい。きっかけといえば、やっぱりあのユリ・ゲラーの来日ですかね。ああ、心霊というよりかは超能力ですね。超能力か、まあまあそういうちょっと不思議なこと。ああ、そうですね。象徴系の方が含まれてる。あ、そうですね。UFO とか。あ、UFO ね。はいはいはい。気が付いたらこっち来てた。あ、そうですか、うんうん、僕はね、超常現象とか超能力より心霊の方が好きなんですよ、ね、あの、で、あの、やっぱりね、僕子供の時にあの妖怪人間ベムってあったじゃないですか。あ、もう手が3本、手じゃない、いや指が3本あれが僕大好きで、ね、いまだに VHS のテープに全部話、あのテレビで再放送したの、はいはい、ね、録画して置いてありますけど、見れないですけどね、うん、あれ今だと放送できないやつとかいっぱいありますよ、ね、あのね、ピー入ってますよ。あ、やっぱりそうですか、はい、ね、その昔はね、うん、あの放送コードに引っかからない、喋りとかね、あ、はい、入ってました、入ってました。昔のテレビとかアニメとか多いですから、はい、そうですね、はい、まあ、それはもうあれですけどね、うん、うん、そうですか。いや、それでね、こう、あの、今回その心霊と怪談特集をね、はい、やろうやろうと言っててね、もうね、瀬谷さんものつい怖い話を持ってると、うん、で3年前からね、聞かして聞かしてって言ってるんですけど、ね、聞かしてくれないんです。それはとうとう今日聞けるかな。いやね、今日お話するのはね、ええ、ちょっとその話ではないんですけど、はいはい、それはちょっと来年ぐらいかな。今日お話するのはもうこれももうほんま背筋が あ、そうですか、うん、いきなりそれもう初級から
160キロの球投げときますか。いやそれをやるとね、なかなかあと話しづらいと思うんですよ。そうですか。じゃちょっとライトのやつから、あのね、はい、ショートライトのやつ、ショート&ライトホラー。あ、いいですね。別にあの血の番見つかったとか、あ、とかそうそうそう、そういう、それはそれで結構ホラーですけどね、はい、の話じゃないですけど、ね、うん、割とね、はあ、あの最近で、最近この近くの話なんですよ。はいはいはい、何でしょう。ちょ、1年前ぐらいやったかな、うん、と思うんですけど、ね、あの夜中もう2時ぐらいになってたと思うんですね、はいはい、あの嫁とね、うん、まあ、僕と こっちかこっち、はい、この隣に住んでそれでね、夜中ね、嫁とってちょっとなんか腹減ったことない、うん、みたいな感じ。2時にそれもホラーやな。なんか買いに行こうかみたいな話になって、いつもの冷蔵庫に行こうかとすぐそこにある、すぐそこにあのローソンがあって、はいはい、でその奥にセブンイレブンがあるんですね。あ、大きい冷蔵庫が2つもある。で今日はちょっとあの張り込んでセブン行こうかみたいな感じ で、いいですね、夜中の2時ちょっとあの買い物をしに、ね、あ、行ったんですね。行ったと。あ、いいですね。で、まあ、あれこれもあれもこれもこれも買い込んでであのセブンイレブンをこう出たわけです、はいね、はいはい。でセブンイレブンを出てあの左側をこう見るとちょっとそこに茅ヶ崎ブランチ2っていうのができてるんで、あの商業施設みたいなのができてるんですけど、はい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 、そこのね、あの入り口の前に、うん、はい、まあ、ちょっとしたスペースというか、あのあなんか、ね、そんなに広いスペースではないですけども、あ、まあ、そこであの週末はフリーマーケットをやったりとかね、あ、なるほど、まあ、まあ、ちょっとしたイベントができるぐらいのスペースがあるんですね。でね、そこね、うん、パッと見たら、女の子が3人。ね、なんですよ、もうほんまちっちゃい子ですよ。え、女の子夜中の2時に2時に女の子が3人キャー言うて遊んでるんですよ。えそれでね、あの暑いかなんかで親を連れてきたのを見たんですけど、はいはいはい、親いないんですね。え、女の子3人が遊んでるんですよ。でね、嫁さんにね、あの子らおかしいよな、で、うん、親もおらんし、何してんねやろ言って、もしかして俺らにしか見えてへんのかな、あの子らって、うん、で、こうなって、はい、もうそのまま帰ったんですけど。ああ、そうですか。いや、でもおかしいですよね、それは。まあ、夜中にあの、うん、抜け出してきてね、ね、遊んでんのかなとは思ったんですけど。いや、でもね、うん、あの頃の子供って夜中の2時なんて眠くてしょうがないと思うんですよ、うん、ねえ、そうね、え、寝てるはずですよ。ほんまちっちゃい子でしたよ、3人。それはちょっと、え、おかしい、変な変です、変ですよ、変な話でしょ、これ。まあ、まあ、10時とかね、うん、やったらまだ夏休みやしね。そうね、はい、うん、あ、2時、もうすぐそこの話ですけど、まあ、いや、それはちょっと怖いですね。先日僕は、はいはい、もうどこの横浜の時だったかな、ライブ終わってね、帰ってきたんですよ、うち車を借りて。そうすると大概12時ちょっと前なんですね。うん、で誰とも会わないんですよ、大概いつも。で中腹車両からうちまでせいぜい、まあ、300メートルぐらいですかね、そのぐらいの距離なんですけど、珍しくなんか白い服を着た女性とすれ違いましたね。え、なんで白い服、これ白い服ってのが嫌だなと思ったんで、とりあえず見ないようにしてすれ違って、定番の色ですね、はい、これもしかしたら見ちゃいけないんじゃないだろうかと思って確認はしなかったんですけど、まあ、多分いたと、人だとは思うんですけどね、はっきり見えたら、はいはい、なるほど。ちょっとあの時間とあれのね、そのあ、すごい色的に怖かったなと思って。定番じゃ定番ですよね、はい。まあ、唯一定番と違ったのは髪の毛が割と普通のなんか、ああ、なるほど、長くはなかった。長くはなかった。長くはなかった。なるほど。そうですか。そう、それも嫌ですね、はい、
カメラチェックさせてもらいますか、うん、なんかん、あ、オーケーです、オーケーです、はい、なんかいつも出てない顔マークが出てた、これもなんか一つの、そうね、やっぱこういうことするとその急に電気機、電子機器が動かなくなったりするとか ね、いつもあの顔のマーク出てないんですよ、あ、そういえばそうですね、ね、うん、いいんかな、あ、田辺さん消えた、いや、いますよ、いや、さっき消えたんですよ、一瞬、あ、そうなんですか、顔はなくなったんじゃないですか。顔なし。顔なし。うん、まあまああれですけど、はい、すみません。ちょっとそれは白い服っていうのは今なかなかいないですもんね。白の服着てる人ってね。あ、そうですか。それ嫌ですね。はい。もう、うん、はい、まあ何でもあると思うんですけどね。うん、何でもないです。ああ。いや、そうですか。いや、あのね、僕も昔ちょっとなんかそれっぽい体験したことあるんですよ。でね、あれね、中学校の時に、うん、あのなんか僕が部屋、自分の部屋があって、うん、でベッドがあって、そのベッドもね、なんかうちの父親がね、どっかからね、もらってきたね、ボロいベッドなんですけど、うん、その横にあの母親の、 あの嫁入り道具の小開く、うん、その洋服ダンスみたいなのがあるんですね。でね、それがもうやっぱりもう何十年も経ってるから閉まらないんですよ、はい、でちょっとこう開いとるんですよ、はいはい、でね、そこはね、僕すっごい気持ち悪くて、あ、ちょっと開いてる、うん、そうです、そうです、はい、でもうね、毎晩ねすっごい気持ち悪いんですよ。でよう見たらね、ちょっとねこうなってるんですね、開いたり閉じたり、そういう風に見えただけかもしれないんですけど、はい、とにかくその事の発端っていうのが、そのタンスが気持ち悪いって言って、うん、で、ある日ね、まあ、何やったっけな、ちょうどそのベッドの近くかなんかに僕の勉強机があって、で、昔ってこれぐらいのラジカセってあったじゃないですか、ありましたね、はい、ね、ラジカセで、結構でかいんですよ、はい、で、そうです、そうです、そうです、はい、ラジオも聞けてね、はい、カセットあって、で、それが普通はそのテーブル、勉強机のそんな、まあ、奥とかに、はい、奥の、あの設置してあるんで落ちるわけがないんですよ、はい、それがね、僕寝てたらね、はい、ガーンって頭に当たって落ちてきたんですよで、うーわ落ちてきたと思って、で、今ちょっとそこの話思い出しながらしてるんですけど、はい、ちょっとゾッとする感じ、それがね、2回あったんですよ。で、例えば自分の置き場所が悪くてギリギリのところに置いてたとしても多分落ちてこないと思うんですよね。そうですね、うん、それはね、2回落ちてきたっていうのがあって、でね、あとね、あの1週間連続あの海の底で溺れる夢、1週間連続ですよ。あ、で同じ夢、同じ夢、まあ、情景から何から何にまで、はい、同じ夢を1週間連続見て、うん、で、もう、あ、もう、あ、もうこれで窒息して死ぬった時にガバッと起きるじゃないですか、はい、ね、胸がね、はい、めっちゃくちゃ痛いんですよ。あの本当に物理的に痛いんですよ、はい、っていうのが1週間連続あって、でね、あとね、あのこう夜中ね、パッとなんかパッと起きたらなんかね、部屋に誰かが入ってきたんですよ、はい、で、なんかこうのそのそのそーってこうその辺をこう歩いたり前後して歩いてるんで、僕てっきり自分の父親だと思ったんですね、うん、で、あの僕もなんかこう工具とかなんかそのいろんなものを置いてたり部屋に置いてたりするんで、それをね探しに来たなと思って、うん、あ、なんか探しに来たなと思って、まあいいわと思って、別に起きてまでね、でもう 寝といたろうと思って、で寝て、で次の朝ね、昨日何探しに来たのって言ったら、あ、知らんでっていうのが、もう秋、もう僕薄目はちょっと開けて、何しに来てんのかな、うちのこと、なんかこう、なんか探してるんですよ、明らかに、うん、っていうのがあって、もうやばいと思って、それからね、数珠して寝るようになって、うん、そしたらね、何も起きなくなりました。で、もうね、そこからもう一月ぐらい数珠つけて寝て、何も起きないから外して、はい、でもそれから何もないんですけど、うん、っていうのはやっぱありましたね。
外した途端に泣かないか、あったらね、そういうのが、うん、でも、うん、そうなかったんですよ、それは良かったですね、うん、はい、そういうなんか誰かがこうなんか来てる時っていうのはなんか金縛りに合ってたりとかそういうのはね、あ、それはね、そういう時はなかったです。でもね、金縛り体験はしょっちゅうありました。あ、うん、しょっちゅうあります。うん、僕ね、金縛りないんですよ。あ、そうですか、はい、あら、もうない。え、金縛りない。え、本当ですか。あれ本当にね、動かないですよ。あ、そうなんですか。うん、息はできるんですか。できます、できます。で、あの、それもね、なんか金縛りにあった時って不思議と夜中目が覚めるんですよ。うん、で、そうすると分かるんですよ。あ、これあかんあかん、金縛り、金縛り、これ金縛りや。うん、で、あー、バラが全く動かない。うん、もうね、全身麻酔されてるみたいな感じで。うん、でもね、もうこれちょっと一回気合で動かしてみたと思うんでね。うん、うるやーって言ったらね、じわ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 っと動き始める。うん。というのも、ね、割とありましたよ。うん。うん、でも今は全然ないです。でもよくあれってその、ね、その頭の意識と体がこうなんかつ、あ、なんか疲れてるとかなんかね、そう、そういうのとズレが出てる、うん、そう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 、ともう言うじゃないですか。うん、だからその時はそんな心霊的なものじゃないと思いってはいたんですけどね。うん、っていうのはありますね。ただ僕それ唯一それだけ。はい、でも十分僕らよりも霊感あられるんじゃないですか。いや、そうですね。そうですかね。それ以降は何もないですよ。うんうん、だから僕があるとかというより、その僕の部屋がなんか、うん、なんかあったかもしれないですね。うんうん、いや、僕なんかあの、うん、今はもうほとんどないですけど、仕事柄ね、はいはい、結構地方のビジネスとか、はいはい、行きまくってましたけど、はい、何にもない。一回ぐらい、まあ、出てきてはったんかもわからんけども、こ見えてない。こっちはもう疲れてるから全然気づいてない。あ、なるほど、かもしれませんね。それなんかあのお二人の例えば身近にそういうのってあったりしなかったですか。その例えば友達がそういうのあったとか。そういえばあれですかね、うん、あの昔一緒にバンドをやっていたギターの人とキーボードの人が自称を見えるタイプで、うん、でリハの後であれだったんですよ、喫茶店で喋ったりとかして、はいはい、そういう時に偶然そういうちょっと怖い系の話になって、そしたらなんかこういう話してると呼んじゃうんだよみたいなことを言い出して、いや、あの辺にいるのなんて、いや、僕何もわからないんでそんなこと言われても困るんですけど、みたいなことがありましたね。はい、あそことかあそことかって言ってるんですよ、2人はね、はい、あ、そうですか。で、他のメンバーは分からないんですよ。うん、怖いですね、それも、はい、でも、見えてないから、うん、言われてもね、ほんまかどうか分からないですよね。適当に言ってんのかな、みたいな。ありますよね。見えてるふりする人っていうのもいるっていうじゃないですか、ね。ああ、まあ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 、ね、まあ、あのね、子供の時代の話なんかでね、はいはい、話し合わせたりとか、人を脅かしたろうみたいな感じで、うん、あと昔よテレビに出てたあの霊能者のおばちゃんは結構実は適当に言うてたとかね。まあ商売ですからね、はい、あ、ありましたけど。そういうのないですか、身近に。身近にね、ないなんかあるようでないねんね。あ、まあ、でも前一個話してくれたやつはまあ身近っちゃ身近の、うんうん、あれですけどね。いや、あの僕の近所にあの建て売りの家がね建ったんですけど、うん、でそこはね入る人みんなすぐ出ていくんですよ。あ、で、やっぱりそうなったらね、噂話がもう近所にすぐ出るじゃないですか。で、なんかね、あの夜中赤ん坊の泣き声が聞こえたりね、女の人の泣き声が聞こえるから、すぐみんな1ヶ月持たない、うん、あの建て売りだからみんな買わはるんですよ、はいはいはい、ね、はい、でも出ていくんですよ。で、なぜかというと、その建て売りの家の近くに中野池公園っていうのがあって、はい、でそれはなんで中野池というのかというと、もう文字通り昔池があった、はい、でそこでどうやらその身投げをした、ああ、人がいるらしくて、っていうのはもう本当にね、僕もそのよくそのね、例の家の前を自転車とか通るじゃないですか、はい、あ、入ったなと思ったらいなくなってるんですよ、うん、で、やっぱりとうとうね、
お坊さん呼んだみたいですね。そうですか。でね、こういうふうに除霊じゃなくてね、はいはいはい、そういうのとかね、それで、うん、その後はね、ちゃんとずっと住んであるみたいなのがありましたね。横浜の有名な心霊スポットに本牧ホワイトハウスっていうのがあるんですけど、はい、それがそれ的なんですね。ああ、なるほど。何度人が来ても一つぐらいのことあ持たないですね。でなんか通りがかりに誰かが中をちらっと見えたことがあって、そしたらなんか中をおぐだだらしだったみたいな。あそうですか、はい、そんな話を聞いたことがあります、ね、はい、だからその昔はそういう話をいっぱい聞いても、まあどうせあんな作ったんあれやろっていうのがあったんですけど、はい、でも冒頭に言った話があって、はい、僕はもう全部信じますね、うん、そう全部信じます。なんか、他に人から聞いた話とかで何かあったらぜひ。これは人から聞いたんではないんですけれど、うん、まあ、僕の地元伊勢原市の伝わってる話としてですね、はい、国道246号線ですね、そこにね、はい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 、昔もう死なないで純一という看板があって、これ有名な話なんですけどね、実は、はい、あ聞いたことあるかな、はいはい、そう、その看板はなぜ立ったのかというと、その昔そこの2年のとこでですね、純一さんという方がね、バイクで事故って亡くなられたそうなんですよ。で、はいはいはい、その後なんか、うん、事故が多発したそうなんですよ。なるほどなるほど。亡くなる方が純一さんという方ばっかりだったんですよ。だもんで、その最初に亡くなった純一さんのご家族の方がその看板を立てられたら、事故はなくなったという。そうなんですか。そういう話があって、まあ、その看板ももう随分前に撤去されちゃったんで、そうですか、うん、いや、まあ、何でもないとは思うんですけど、ね、でもなんかその看板立ってったのをこう道すがら見たらちょっと怖いですよね。そうですね、僕も初めて見た時は意味が分かんない。あ、なんかそれ、そうですよね。田辺さん実際見た？見ました、はい。あ、僕は初めて見たのは中学生ぐらいの時。じゃあそれもやっぱりあながちそのね、フィクションじゃないみたいな感じですよね。あ、そうですか。もう結構有名な話で、この辺の心霊スポットの話には必ず出てくる。あ、そうですか。あ、僕ね、それ初めて聞きましたよ。はい。だからね、僕はね、そのね、自分が体験した話とか、身近にある話ってまあそれぐらいで、あとね、僕これもすっかり忘れてしまったんですけど、高校の時に仲の良かったね、一緒にバンドやってた友達の友達の友達がすっごい体験をしたっていう。で、それね、僕もうすっかり忘れてしまったんで話せないんですけど、それとかね、それね、もう聞いた時にね、僕縮み上がったぐらい怖かった記憶がね、ありますけどね。で、まあ今でもね、その YouTube でね、もう僕よー見るんですよ。はい、よー見ますよね。でね、やっぱり一番ものすごい話というと、稲川淳二さんの生き人形。ね、これはもうキラーコンテンツみたいなね。うん、階段ライブ見に行きましたよ。ああ、館内の。館内の。それはその時は別の話です。うん、割とね、その時はね、過去にやったリクエストの多かった話、うん、それを中心にやられてました。なるほど、うん。あれ、今度またあるんでしたっけ？もう終わったじゃん。終わった。今ちょうどツアー中なんですね。はいはい、行きたいな。長尾本体は。本体は。ちょうど夏はね。夏は。僕行ったのも何年前かな、6年ぐらい前。ああ、結構前ですね。もう夏と言ったら稲川淳二か、チューブか、河内屋菊水丸か。菊水丸なんで夏なんですか？盆踊りでね、いつも歌ってますよ。僕、実家帰ったら地元の盆踊りに必ず来ますよ。昔のあれですよね、なんかバイト雑誌の宣伝やってた人ですよね。ああ、ね、やってました、やってました。はい、そうなんですか、とかね、で、まあ、その稲川さんの生き人形、で、あとね、西浦和さんって言われてる、西浦和なんとかさんの極の墓、ね、これも強烈な話ですね。
で、あとね、ファンキー中村さんの、守りの虎、守りの虎とかね、あるんです。で、この間、僕、モークシャスのバンドの LINE で皆さんにご紹介した、ネダヤシ。ネダヤシ、あれ怖かったですね。ネダヤシとかあるんですけど、ちょっと僕、その中、まあ、皆さんも階段好きの方でね、あの、もうご存知かもしれないんですけど、一個僕の好きな話を今日持ってきたんですよ。それはね、中山一郎先生、怪談収集家の、うん、で、あの人は怪談収集家といって耳袋という本ね、もう第何巻まで耳袋の編集の方なんですよ。でもその人がと一緒に心霊スポットに行ったら必ず見れないっていうあの人連れてたらね心霊ロケキラーキラーそう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 で、あ、その人はね、あの単に自分でもおっしゃってるんですけど、あの収集家らしいんですよ。あの聞いて、自分だから全くその霊感もないし、あの体験もしたことがない。でも集めるのが好きというかね。でその編纂をしてらっしゃる。そうですそうです。でも耳袋という本はいっぱい出てね。僕も昔を読みましたけどね。ね、そのね、中山一郎先生の話で、あのこれね正式タイトルがついてないと思うんですけど、あのよく YouTube とかで連鎖、連鎖反応の連鎖、多分もう皆さん見てらっしゃると思うんですけどね。あのいいですか話をして。あのね、とある大学の話で、あのそこに A 君とが言いました。で、なんかね、その民族学かなんかの研究室かなんかに A 君を所属していて、でそこに B 君というすごい仲のいい友達がいた。でその B 君なんですけど、あのなんかね、学生なのに家を買ったって言うんですよ。で今度、まあ、中古でね、大阪の中心地みたいなところにね。で今度その家買うてな、あの親が半分出してくれて、で自分がその後ローン払っていく。で、あの古いけどめっちゃいい家やね、で一回ちょっと遊びに来てくれやって A 君に言った。で A 君遊びに行ったんですよ。でそうするとね、古いね、日本家屋のね、もう本当に古い家なんですけど、いい雰囲気の家だったみたいなんですね。でね、そこであのね、なんかね、この家はその周りが昔置屋さんがいっぱいあった地帯で、でその置屋さんの離れの家だったんですよ。というのは昔って、例えばその置屋さんが集まった地域とかでよく火事とかが起きた場合は、あのみんなそこにね、その離れに逃げてくれば住居にもなるし、あのそこで、まあ、商売もできるみたいなね、そういう物件だったらしいんですよ。でそこに入るとね、やっぱもう、まあ、綺麗な日本家屋で、でなんかね、あの部屋の中にね、あの100円ショップかなんかで買ったような、まあ、それは新しい、あれ箱なの、なんか紙の箱があるんですよ、段ボールみたいなもう積んである。まあ、これなんやねんって言ったら、あこれなってパッて見せてくれたら、髪の毛がどっさり詰まってるんですよ。でギャーって、なんでお前この時にこんな髪の毛をね入れてるんやって言ったら、実は寝てる時に誰かがいたずらしようねって言うと、なんかね、寝てたらその髪の毛がバサーって顔にかかるんですって。でそれをグッと掴んでガッと引っ張ったらバサーっと抜けるね。それもう普通に考えたらもうガチの心霊じゃないですか。でもね、その B 君でちょっと変わった子で、いやこれ髪の毛って実体があるじゃないかと、お化けだったら消えるだろう、でも実体があるからこれは絶対人間の仕業だろう、というのでその箱に貯めて、あの貯まったら警察にも証拠として持って行って犯人を捕まえてもらうと、というね話をしてたんですって。で、あそうかって言うんで、その時は帰りました。でそうすると、あの朝にね、休みの日の朝かなんかに A 君のところに B 君が電話かかってきたんです。で取ったらね、その B 君が、じゃあ早く来てくれ、犯人をね、犯人を見つけた、だから犯人がね今2階に上がっていった、で今からちょっと捕まえるからお前も手伝いに来てくれって、ね、合わせて行ったんです。
でそしたら朝だからテーブルにこの朝ごはんが置いてあって、うん、でちょうどなんか一口ぐらい食べた時にその見つけて追っかけていったみたいな感じだった、うん、でそれからねどこ探しても A 君いないんですって、うん、あ B 君が、うん、いない、うん、でそこからね行方不明になったんですって、うん、で一応そのご家族も捜索願いを出したんですけど見つからないで結局もう大学にも来なかったと、はい、うん、で それからちょっと経った時に、はい、あの後輩がね大学の、はい、A さん B さんと連絡って取ってはりますかって聞く、うん、そしたらいやもう行方不明やしね、もう連絡ないよって言ったら僕ねあの会うたんですって言うんですって。で、そしたらそこの横にいた研究員の人は、うん、あ、俺も実は俺手紙もらったって言うんですよ。で、それが変だと。最近ね、俺引っ越ししたのに、はい、住所知らんはずやのに、はい、手紙がその B さんから来たって言うんですよ。で、なんやと思ってやっぱ開けるじゃないですか。はい、そうすると、まあ、日本語の文字は書かれてあるんですが、はい、あの何書いてるか分からないんですって、うん、文章がめちゃくちゃって変やなと思ってたら何日か後にその、うん手紙もらった人が、うん、なんかね交通事故かなんかで亡くなったんです、はい、でそのさらに3日ぐらいかなんかの後に、うん、その町で会うたっていう後輩が朝研究室にパッて中で倒れて死んでたんです。うわ、ね、怖いでしょ、ね、それでねみんな震え、その時はまだねその関連性ってわからないじゃないですか、はい、でそうするとなんかちょっと何年か経った時になんかねまたね、手紙もらったかなんか、はい、いう人がね、はい、出てきたんですよ、はいはい、そしたらその人が何だっけ首吊りかなんかで自殺されてる。あ、うん。それからなんか、まあ、あの家の浴槽で死んで見つかったかなんかで。で、よう考えたらその B 君を見たとか、うん、その手紙もらった人が、うん、みんな死んでるんですよ、うんね、でね、そっからまた何年かした後に、うん、もうその A さんは大学を卒業して、うん、でね、研究室の同窓会だったで、その時にまた B 君の話になったんですって、はい、そしたら、いや、俺 A 君をね、俺は見てないと、全然、はい、で、そしたら、同窓会に来てたやつが、はい、実は僕、会うたんやと、あ、それがね、いつ会うたかというと、この同窓会に来る途中の電車の中で会うたんです、で、電車に乗ってたら、はい、向こうの方にパッて B 君らしき人見えた、うん、そしたら向こうもパッと気づいて、うん、おおって言って、うん、人をかき分けてきたんですって、はい、でお元気かみたいな普通の話をして、うん、ね、西九条で降りていったらしいんですよ、うんうん、でその同窓会の何日か後に、うん、その人も死んだっていうのがあって、でもこれ不思議なのが一番仲の良かった A さんは B 君と会わないし、うん、死にもしないんですって、うん、っていう話がね、うんうん、だからこれ別にもう解決とかはしてない、はい、うん、怖いな、何の、うん、何の呪いかわからない、そうですね、うん、怖いですね、ね、あの元々のそのね、その沖屋でその犯人らしき、はい、見つけたっていうのは実はそのなんかね、あの女の人みたいな着物を着た人が2階にトトトって上がっていったのをピークは見たと言ってたらしいんですよ、うん、でその呪いだったら別に B 君を見た人が死ぬっていうのとまだちょっと関係がないですよね、うん、でもなんかそのひょっとしたらその B 君が死神みたいな感じでこう使わされてるんちゃうかなみたいな、ね、これ気持ち悪い、だからみんなねもう B 君に会いたくないからね
もうみんな外出れないぜ。おったらもう確実に死ぬじゃないですか。ね、というね話が連鎖っていうのがあるんでね、ちょっともしよかったら YouTube で探して見てください。はい、というのがちょっと僕の今日持ってきたネタでございます。はい、うん、流れますでしょうか。なかなかちょっと怖いでしょうか。そうですね、なんかとっておきのなんか話を。じゃあ行きますか。行きましょう行きましょう、どんどん行きましょう。これはね、はい、僕が小学生の時に実際に体験した、はい、うん、あ、ちょっとすいません話なんですけど、うん、怖いな、ちょっとね思い出しただけでも、え、思い出しながらなんですけど、はいはい、僕小学校の2年生までは、あの 西宮っていうところに住んでたんですね、はいはい、まあ、隣にね、バッツさんが尼崎、うん、尼崎ですか、住んであった、はい、で、まあ、あのうち貧乏やったもんでね、あの借家に住んでて、はいはいはい、それでな、どうやってでそうしたんかわからないんですけど、うん、あの奈良にとうとううちマイホームが建つぞということになって、で奈良の大和郡山っていうところが、はいはいはい、そこに引っ越しやっていうことになって、はい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 、それであの家族連れて、あの、まあ、そっちに引っ越しして、ほんで、はい、あのまああの住宅うちの中の一軒やったんですけど、はいはいはい、まあ、軽住宅です、うんうんうん、軽住宅の中の一軒家、ほうで、まあ、念願のマイホームですね、うんうん、それでもうみんなすごい嬉しいわけですよ、うん、それであの入り口のや、まあ、玄関のね隣にね、だいたい車1台ぐらいこう、はいはいはい、あの入るようぐらいのスペースの余り土地みたいなのがあったんですよ、うんうんうん、それでね、うちのおかんが、はいはい、私な、あのな、もしな家買うたらな、池作んのが夢やってって言うんですよ、はいはいはい、で私絶対あそこに、ね、あの池作んね、はいはいはい、言うたんですね。おで、あのまずこう土を掘るわけですよ、はいはいはい、池、はい、掘って、まあ、手伝わされたんですけど、うん、池掘って、うん、でそこにあのセメントを張りたいと、うん、いうことになってね、はい、で、あのまた僕に言うわけですよ、あのな、あの5軒先のな、あの家もな、あのちょうど今池作ってはんの、セメントが横にこう積んだった、あ、はい、で一番上のセメントだけこう開けて、あ、中がむき出しになってる、はい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 、私な夜になそれをな、うん、ちょっとあのちょろもかしい、ね、取ってな、うん、あのこっち持ってくるさ、ね、言うてるんだよね、はい、で僕はね、まあ、小さい、あの小さかったですから、はい、まあ、でも小さいなりにも、ああそうかって言いながら、それって泥棒ちゃうの思っててね、はいはいはい、でどないするんかな思って待ってたら、はい、おかんがね、ニコニコ笑いながら、はい、隣にね、割とこの今でも思ってますよ、筋肉隆々の男の人を連れて、その男の人がね、セメントをなぜかこうやって担いでるんですよ、じゃあ奥さんここ置いときますよってに言うて、ボンと下ろしてこうやって、はいはい、で、おかんもね、ありがとうございましたって言うてんね、はいはい、まあ、何が起こったのかなと思って、で、おかんにあの問いただしたら、あのね、夜こうそーっと行ってね、あのバケツとあのシャベルと持って、はいはいはい、スコップと持って行って、でこう入れてたんですって、こう使いにセメント、はいはいはい、ほんならね、ここになんか視線を感じたんですよ、はい、危ない、パッと見たら、はい、そこの奥さんが窓からこの人に覗いてギャーですよ、ほんまそれでね、今の時代やったら、あんた
支店の時も警察呼ばれたりしませんか、はいはい、昔のその昔の昭和の時代のね、あの覗いてた奥さんが何て言ったとかって言ったら、奥さんセメントいるんやったら言うてくれはったよろしいのにって言うて、はいはい、ちょっとあんたキー言って旦那さん呼んで、うん、ちょっとこれ一袋な運んであげよ、はい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 、で、ほんでおかんが、いや、えらいすんませんって言うてそれで、まあ、セメントをせしめてきたもらったともらった、はい、うん、はい、これで、はい、まあ、一応そのセメントを使ってこう池は作りました、完成したんですけども、はいはい、ね、それで最初ね、金魚をこう入れてたんですね、はいはい、金魚入れてたんですけど、うん、もうみんな猫にやられて、うん、あ、まあ、そしてまあ、ギリギリ助かった金魚 もう中でこんなになってますから、それではこれはあかんと、うん、猫にやられるということで、うん、次にね、ザリガニとオタマジャクシを入れたんですね、はい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 、はい、ほんならね、もうザリガニはもうかそんなそんなに深い池じゃないですから、ほとんどん入れていくと、ああ、ね、そうですか、上がってね、でもう、はいはい、オタマジャクシはカエルになってどんどん上がっていくと、はいはい、でも、結構車の通りが多い道やったから、もうその逃げていったカエルがね、めっちゃもう地獄絵図のようですね、はい、でもその池も、まあ、呪われた池ということで、ね、なるほど、はい、それでまあね、そういうね話を聞かせていただきました、はい、こういうことってあるんですよね、はい、しまい、これ階段特集ですね。いや階段でしょこれは。階段立派な階段でしょ。それうちのパン見つかんのがあんま変わらへん。そんな気しません。とりあえずお母さんがあそこのセメントを取りに行った奥さんに見つかったところが怖かったですけど。ね、でもね、僕ね、子供心にね、ゾーッとしましたよ。あ、それは何ちゅうおかんやと思って。いやでもそれまあまあそうですけど、もうね、ある日ね、学校から中学高校からそから帰ってきたら、うちもそれは庭っていう庭じゃないですけど、ちょっと玄関の横にちょっとだけスペースあるみたいな、ほんと狭いと猫3匹がおったらいっぱいになるぐらいの、そこに薬局で置いてるカエルのケロヨンみたいな、はいはいはい、あれがあるんですよ。それはパクさんが連れてきたとか。いや、それうちのおかんがね、はい、いやこれどっか持ってきた。いや持ってきたじゃなくて、それ置いてるんちゃうんかみたいな。ずーっとうちに薬局のカエルいましたよ、はい、僕らのおかんの世代の、うん、やっぱりすごいファンキーでしたよね。あ、まあそうですね、おばちゃんってやっぱりすごいファンキーやった。あ、うん、ね、あ、確かに確かに、うん、パワフルでしたしね。ね、そうですそうです、特に関西の、うん、今頃おかんあそこら辺に座って、うん、手叩いて喜ばれるんだね。いや、うちの話題がやっと出たわ。はよしゃべらんか。でもあれですね、駅に、オタマジャクシの話で思い出したんですけど、僕昔ですね、大きいオタマジャクシを何匹か捕まえたんですよ、小倉のやつです。はい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 。で、それをバケツに入れておくと、やはりオタマジャクシですから成長して、はいはい、カエルになるんですよ。カエルになるから、イナネコになるわけですよ。はい、そしたら、しばらくうちの近所の、はい、その辺のあれでね、ヒキガエルが多発しました。オタマジャクシが全部育ったらしいという。なるほどなるほど。それはもうそこの震源地は田辺さんとこのあれやったと、まあ、あれもある意味呪いだったかもしれない。まあそうですね。まあ、霊感がないんでね、階段といえばこんな話になるんですよ。霊感ゼロなもんで、まあ、ある意味怖いですよね。ある意味怖いです、それは、うん、そうですね、ね、
それはなんていうんですかね、その心霊というよりかはそのサスペンスとかサイコホラー、サイコ系ですか、サイコ系ですよね。そうですね、はいはいはい、シャイニングじゃないですけどジャック・ニコルソン、はい、あれはやられた。ああ来るとは思わんかったな。そう、いやそれで僕ね、最近ちょっと夏なのでちょっと怖い感じの写真を撮ったりね、してますけど、あの密かに気に入ってるんですよ。気に入ってますあれね、方々で使いたい使ってますけどね僕も方々で使ってますよ、はい、あなんか田辺さんもそのなんかちょっと撮ってください。田辺さん何がいいですか。何がいいかな。もう自分も思いつかないんでね、あの、うん、何にもあれできない。あじゃあうちらがお題を出してね、うんうん、フレディとかどうです。フレディはちょっとメイクしなきゃなの。あやっぱりこう下からライト当てるぐらいしか思いつかないですね。あとじゃあチャイルドプレイのチャッキオーバーオールみたいな着ちゃいましたっけ。最後なんか膨れるんですよ。あそう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 、チャッキーで爆発するんですよ、うん、あれ、ね、うん、そうチャッキーとかね。あと何がないかな。まあ階段の話に戻りますけど、はいはいはい、昨日からずっとあの YouTube で見てますね、うん、あなんかあはいはいはい、まあ、ありがちな話ですけれども、いいですね、中古車屋さんに安い車が売ってるわけですよ。はい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 、はい、で、まあ、ちょうどお金もないんで、うん、安い軽を買おうと言って、うん、それをじゃあ買いますという話になりまして、でもなんでそんな安いんだって店の親父に聞いたら、うん、オークションで何台か仕入れてきたんだけど、ちょっとあの展示スペースがないから、あ、なるほどね、とりあえずこれはさっさと売りたい、売りたいってね、売りたいということで、うん、じゃあ1週間後に納車ってことでよろしくって言ったんですけど、で1週間後にちょうどその、取りに行くって約束をしてた日にちょっとあの用事が入っちゃったもんで、はいはいはい、ちょっと取り行けなくなっちゃったんで、うちで届けてくんないかって言ったら、あのなんかすごい勢いでその中古屋の親父が、あの嫌がるんですよ。おちょっと待てよって、あ何嫌がってんの、でも乗りたくないみたいな、そういう感じで、はい、そう、納車代出すから頼むよって言ったら、うん、じゃあ分かりましたって、しぶしぶ引き受けたみたいなんですけど、はい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 、で、用事済まして帰ってきて、車がないんですね。まだ届いてねえのかと思って、うち帰ったら、ね、車まだ来ねえのってお母さんに聞いたら、はいはいはい、いや、あんたちょっと、あんたの車の中で石油屋のおじさんが亡くなってたらしい。警察も、出てるちょっと騒ぎになってるから、あんたちょっと警察に電話しなさい、で言うんで、あの警察に電話したらちょっと出頭してくれという、で、はい、話を聞かれたんだけど、もうこっちは買っただけなんで分からない、まあまあまあそうですね、で、はい、どういう死に方してたんですか、まさかこっち来る途中に事故ったとかそういう話じゃないですよね、はい、いやそうじゃなくて、変死してたっていう、はいはいはい、まあ、とにかくまあそんなことなんで、まあ、その車はキャンセルするということで中古屋行ったわけですよ、そしたら目撃した女の人が、あんたがかなんか言ってこうすごい睨まれて、あれすごい怖い思いしたんで、で、まあ、とにかくその車はちょっとやめてくれという話で、話をあの中古屋の人に言ったら分かりましたと、その人たちはもう本当に分かりました、じゃあ ぜひ他の車を持ってってくださいっていう、なんでそんなことにっていう話を聞いたら、あの車実はね、買った人はみんな不幸になったんですよ。で今まで3人の人に売ったんですけど、皆さんなんか不幸な目にあって、3回ともうちの会社に戻ってきてるんです。あそうですか、でお客さんにお見舞いになるところでしたみたいな。なるほど、なんか車が乗られてたんですよね。うわ、ちょっと怖いですね、それ。まあ、そういった話があったんですけど、その中古屋さんの、ね、そのスタッフの人が代わりにね、亡くなられて、それもあれですね、何が出てきたんですかね。まあまあ、それでもうそこの店で車買うのは嫌だと思って、そこからそこはもうやめたっていうところで話は終わってるわけなんですけど、はい、でもそれは例えば2人目死んだ時に、
売るのやめないからですね。それを4人目までまだ売ろうとしてるさっさとその車を潰せよという話ですが、はいはいはい、それちょっと気持ち悪いですね。僕も車好きなんですよ、昔は中古車の車を見てるんですけど、見てるとね、たまにあるんですね、あの極端に安い車。安いやつが、はい、まあ言ったらもう自己車みたいな、ね。まあそうなんですよね。で当時はまだ修復歴云々なんかいうのに、そういうのに、ね、乗せるあれがな、義務がなかったんで、なるほど。で僕も昔勤めてた会社の後輩がですね、ちょうど1台車を潰したんですね。山の中で、はい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 、車買わなきゃいけないからって、そういうのを見て買いに行ったんですよ。で、このプレリュードが安い、焼きに安いと、ちょうど当時そういうのが入ってたんですね、ソアラとかプレリュード。ああ、いやいや、そうですね。で、それを買いに行ったら、これ買うの的なリアクションなわけですよ。お店の人が。はい。ああ。でも、そうやったら、売らんかったらいいやっていう。で、結局、その彼はその車を買ってきて、普通に乗り回してたと、なんでもない道なんですけど。なるほど。単に安かった。それか、その人は、年間がまるでなくて。まあ、ちょっとぶつかってはいたみたいなんですけどね。あとで、なんか、失恋もの人に見てもらった。まあ、特に呪われたりはしてなかった。はいはい。でも、それは良かった。たっちゅうかね、はい、でもね、そう安いのよ、なんかやっぱ理由があるはずですからね。そうですね、はい、うん、曰く付きの物件とかね、いろいろありますね、はい、今事故物件とか多いですから ね、うん、ね、そういうのはもう本当に極端に安いとかね、はい、でも僕が思うにその、なんていうんですか、その入る側の問題やと思うんですけどね、うん、ほんなん家でなんか人、まあ、おばあちゃんかで死ぬわけやし、あ、まあまあまあ、そうですよね、うん、まあその死に方はいろいろあるやろうけどね、やっぱりすごく感じる人がやっぱりそういうの感じる、うんうんうん、で、ね、僕みたいに霊感ゼロのやつ入ってもなんとも思わなちゃう、はい、気づきもするね、そう思って、あの出がいがないから出てこないそうそうでもなんか面白い話でそれは、うん、聞いたやつでは浦安の方にやはりその種の事故物件があるそうなんですけど、全然やっぱり、まあ、事故物件だという話が広まっちゃったそうで、人が来ないそうなんですよ。だからどうやら その不動産屋もやけくそになったみたいで、一人でいる感じがしない部屋ですとかっていう紹介がされて、で端っこの方にお化けのイラストが書いてあるそれ面白いですねそれ、それ寂しがり屋のあなたにそれは違うだろうと思いながら見て笑ったんですけど、あ、それほんまにそういうのがあった、あ、それ面白いですね、うんうん、それもまた YouTube でちょっと見た話があるんですけど、なるほど、でもそれはまた、うん、面白くいいんじゃないですか。ネットで今その物件で問題がありそうな物件をこう公開してるやつとか、ありますね。大島なんとかテルさんね、はい、事故物件の。あとはその事故物件住みます芸人、あ、いますね、松原谷さんいますからね。はい、大島テル僕ね、自宅の近所を検索したらね、あったんですよ、支払いしないで。ほうほう、あれってほらどんな事件があったっていう話まで出てるじゃないですか。あ、そうなんですか。で、その話見たら、あ、これ確かにニュースでやってたわって。老夫婦が夫婦喧嘩の果てにですね、奥さんが旦那さんをマグカップで撲殺したという。ああ、はい。ちっこいので。そういう事件があった数字だそうなんですけど、はい。でもなんかね、この間、小田急沿線であったいっぱい死んでたとかね、やっぱありますからね、ああいうのは、うん、ね、あの例のアパートはなんかあの事件以前から、うん、その事故物件として登録されてたって話もあるというか、そうなんですけどね、なんか何があったのかは知らないですけど、まあね、そういうあれで言うと僕が最初に話したそのすぐ出てしまうのも、うん、まあ、ちょっとしたぶっちこ物件みたいな ね、うん、ねありますからね。いやいや怖いです。事故物件系はなんか全国にあるんですけど、 ありますね、はいはい、横
面白い、うん、あホワイトハウスですか、はい、うん、なんか他の権利もいろいろあって、あ大概あれですね、岩口系ですね、あの一家心中があったとか、あそれ系ですよ ね、 あ、まあ、そうですね、なんか壮絶な話として覚えてるのは何ですか、うん、あの外人の一家が、うん、その確かに新潟県の方の話だったと思うんですけど、はいはい、外人の一家、そう外人の一家が住んでたそうなんですけど、はい、娘さんがちょっと精神に異常をきかしてたそうなんですね、それこそホワイトハウスですね、あそれです、そうですね、はい、で、あの、うん、娘さんが一家皆殺しにして逃げたという噂の家が、うん、あそうですか、はい、あそれは有名ですよね、有名なやつですね、今でこう廃屋として残ってるみたいな、はい、あのね、あのいわゆる心霊スポットとか、うんうん、そうですそうです、うん、で僕ね今回この新あの怪談特集みたいなね、はい、あの やるときに途中でロケを挟みたかったと思ってたんですよ、はいはい、その心霊スポットで、ね、例えば腹切り櫓だとか、でこれ前回あの田辺さん探してくれたおちょばんばさんとかね、で、うん、あとは134号線のマクドンとかね、でもね僕いろいろこう最近 YouTube とか聞いてたらやっぱりね僕らだけではいかんほうがいいっすわ、ああね危ないっす、危ない、だからあのちょっとした霊能者の方がいないと、まああの本当にこうめちゃめちゃ強いまでもなく、あのちょっとセミプロぐらいの人はせめていりますね、いやだって僕らそれ疲れてもね、分かんないですからね、あそれはあの気づかんかったらいいですよ、うん、気づかんかったらいいですけど、変にねこうなんかあったとしてもちょっと僕らではどうしようもないですからね、そうですね、あの七沢の なんとかトンネルとかね、あ何トンネルとか、ね、地元ではバケトンそうで す、 ね、 い、 ですいやあれね本当に危ないですね、はい、うん、でもあの YouTube 見てて、はいはい、あのね、心霊現象を追い求める男っていう題名で検索したら出てくるんですけど、あそうですか、もうめっちゃあのこの人すごいなと思うので、夜中に一人で行くんですよ、あの結構あの有名な心霊全国にありますよね、そこずっと旅して、ね、夜中に一人でこうずっと喋りながらで、ね、そこ入って撮影してる人がいるんです、じゃあ何もない人は何もない、うん、まあ、その人も、まあ、そういう系に強い人ないんですけどね、あ、なるほど、あれはほんますごいなと思います、あ、そう、見てみよう、トンネルでもね、うん、一人でね怖もうずっと入っていて、ね、急にパッと後ろ映したりとか、あ、であの定点ってあるでしょ、ずっと あれもずっと定点カメラでやってね、あ、まあ、その間どっか一人で、うん、まあ、あ、時間潰したりしてんねやろうけどね、でもじゃあここでここら辺でちょっとやってみますって、うん、バッとあのライトを全部消した、うん、消してね、あうわそれでこう写真撮ったり、勇気ありますねそれ、すごい人なんです、あの人のは見てたら面白いです、そうですか、ほんまもうあのリアル感あり、あ、はいはい、もうまるっきりそういうのないでしょうね、まるっきり行ってみました系の動画結構ありますけどね、うん、あ、そうですか、そういうの、うん、多くのやつはやっぱり、うん、うん、2、3人で行って、うん、あ、今何かあったよみたいな、それ的な、あ、まあまあまあ ね、 あやね、そういうのはないと、まあ、面白くないというのもね、ありますけど、いかにも的なんで、面白くないんで、僕はそういうの見ないんですけど、あ、なるほどね、それ見ないと、うん、ひたすら心霊スポットを、はいはい、紹介する動画がありまして、ああ、そうですか、それをよく好きで見てるんですよ、いや、もしこの中でその心霊スポット行ったことのねある人がいたらちょっとコメントいただいたり、うん、ね、フェイスブックの方書いてもらう、おすすめスポット、そう、おすすめスポット、はい、なんかもし体験されたことね、はい、あったりしても、そうです、はい、教えていただきたいなと、田辺さんが一人で行きますから、行きます、はい、いや僕本当にね、あのあれあそこの前場峠は一人で行こうかなと思ったんですけど、ね、色が遅くなってから出るのがなんかどうもあれで億劫で、単純に億劫なだけであの出なかったっていうだけのことなんですけど、
あと一人で行ってもカメラないなと思ったし。なるほど。あ、貸します。ぜひ止めはしません。はい、もう飛んでるもん、入り口までは僕ら一緒に行きます。だから中は僕ら一人。あとは自由行動で。取れ高はそれなりに。もちろんもちろんもちろん。もう取れ高はもう厳しいですようちらは。はい。そういうのね、ね、ありますかね。あります。先日そのせいで見たやつ、西宮の、なんかどっかの踏切というのがそうなんです。あ、そう、西宮に、はい、あ、そうですか。西宮じゃないや、あれだ。あの事故のね、あったとこね、あの、福知山線、JR の。はいはいはい。あれはね。ガチなんですか。いやそのお化けに関しては分かんないですけど、はい、でもまあ大事故は大事故でしたよ。あ、でも最近ですよね、あれってね。そうね、ね、まあ、10年経ってないかな、10年ぐらいかな、ゴールデンウィークかなんかの、もう僕よく知ってる、まあ、自分の実家からちょっと遠いんですけど、はい、若干距離あるんですけど、はい、でもよく知ってるんですよ。あ、そうなんですか。あの辺はびっくりしてね。地元を映ると切ってきますよね。そうですね。うん、いや、それでね、僕学生の時にね、はい、あの警備員のバイトしてたんですよ、はい、でそれはあの一つのその仕事の種類として、はい、その事務所があるんですよ、はい、でそこにあの泊まって、はい、あの結構お金持ちの家がいっぱいあるとこで、はい、でそこにあのセンサーがあって、はいはいはい、人が来たらその警備会社の事務所にウリーってこう入るから車で急行してあのどうこうチェックするみたいな。でそこの一個にそれこそ西宮のね、あの中でちょっとこう崖みたいな、山の崖みたいなところに、もうなんか忘れたんですけど、あのね、昔なんかの専門学校があって、あのそこも廃校なんですよ。でね、木造作りで、でね、そこはね、専門学校の寮かなんかで、そこも一応使ってはないんですけど、管理してる人がいるから、そのセンサーをつけてたんですよ。で、そこはね、やっぱためになるんですよ。で、そうしたら、行かなあかんでしょ。で、車で行って、もう廃校ですよ、木造の。でね、鍵ある、まあ、預かってるんで、入ったらね、その寮生の食堂がまだそのままあったり、はい、でなんかトイレとかね、はい、であのその部屋がまだいっぱいあるんですよ、はい、そこをね見て回らなかったんですよ。見ないといけない、真っ暗ですよ。もうね怖いんですよ。ね、ほんでね、もうでもしょうがないじゃないですか。でまあたまにそれその肝試し的にその地元のヤンキーとかが入ったり、そのあのホームレスの人が入ったりね、あのするところちっちゃいところなんですよ、はい、でねガーってあの先輩と2人で手分けしてみて、はい、であのあの食堂で落ち合って、はい、ま、もう懐中電灯しかないんですよ、はい、でトイレやトイレトイレ行こうってわーっと行って、あの台のところ、はいはいはい、ガチャッほやほやのうんこがあった。やっぱり誰か来てた。そういうのって我慢しきる誰かがね。まあ、トイレでしていくだけまだ行事が良かったということですね。ありましたね、うん、でもよあんな怖いところでしたな。ホームレスとかそういう人なんですかね。よう分かんないですよ、うん、でまあ、どこに潜んでるかもわからないし、ね、どんな人がいたのかわからないし、うん、ちょっと怖かったですけどね。ですよね、うん、あ、うんこだって見つけて、うん、振り返った瞬間になんか誰が出てきてるかさみたいな、ね、いや、それは最高ホラーみたいなね。あ、そういうのがありました、うん、まあまあ、いや、廃校とかそういうの怖い、廃墟ね、怖いですよ。トイレ系で怖かった話って言いますね、うん、これはね、夜中でも何でもない朝なんですよ。朝、
朝のラッシュ時間なんで、ね、あの、うん、新宿の駅のところなんですけど、はいはいはい、でちょっとあの台の方がしたくなって、うん、個室が空くの待ってたんですよ。結構辛い状況ですね、はい、頼む早くしてくれ的なね、はい、状況だったわけですよそしたらようやくジャジャーっと水が流れることがしたんで、ああまた早く出ちゃう早く思ってたらカチャってドアが開いて、うん、男が2人出てきたんです。えっ、ー、お前ら朝から何やってんだよそれはそれちょっとホラーですねあの上野駅のなんか、はい、ああ13番ホームのね、うん、あれが有名ですよね。あれ今はなくなったそうですけど、発展版とか、はい、あ、それ聞いたことあります、うん、あら、2人、はい、そうですか。それ守護霊とかじゃなくて、じゃなくて明らかに修行したサラリーマン風が2人出てきました。こっち切羽詰まってますから頭詰まってますよね。なかなかそれでも電気もこうなくなってたみたいなあまりの衝撃に、ねえせっそれでね思い出しましたけど、ね、まあ、これ怖い話なのかどうか分からないこれもほんまごく最近、あの先ほど女の子3人の話ももっと最近なんですけど、あのね品川駅、品川駅の降りてすぐ近くの、あのジャズバーに、まあ、仕事があって、うん、そこ行ったん、あの品川まで、あの東海道線乗って行ったんですね。で品川駅で急にあの大きい方を催したんですね。同じですね。うん、はい、ね、はい、で、あの品川駅のトイレって、はい、もうすごい古いん、古いでしょ、はい、ものすごく古いんです、うん、で、あの大きい方もまだ和式のやつで、はい、うん、もう僕結構意外やってんけど、はいはい、品川駅、うん、これでこう、はい、あのまあ、用を出してましたらね、はいはい、でね、あの鍵がね、はい、もうなんかもう引っかかってるな、引っかかってるな古いから、はい、こんな感じとかさ、はい、ちょっとこんな、はい、ね、ほんでね、隣にね、うんうん、誰か入ったんですよ。入って、はい、バシャンって閉めよったんですよ。ほんでそれ、あの鍵がパッと開いて、バーンって開いたんですよ。で、幸いに誰もいなかったの。あ、ほら、ね、ってバーン閉めて、あ、ようでも閉めましたね。閉めましたね。これもね、あれはびっくりしましたね。あ, そうあれ気をつけないと開けません、品川駅。品川駅危ないです、ね、皆さん、ね、気をつけてください、品川駅は、はい、今品川駅だいぶ綺麗になりましたけど、あれですかね、でもそんなのあるんですね、そういうトイレはね、まだトイレはなんかで、そうなんですよ、そうですか、いやでもあのね、あの東京オリンピックもあるんでね、そういうの全部綺麗にしようみたいな話はね、あるみたいですけどね。そうですね、そうですか、落ち着いてトイレもできないような雰囲気じゃないですか。まず和式って外国の方できないですからね。あ、でも、和式って言いますけど、うんうん、ほらこうしゃがんでするタイプのトイレじゃないとできないっていう外人の、特にアジア圏の外人の方にはいらっしゃるみたいな、うん、そうですね、そっちのアジアとかの方はできるんですよね、はい、だから そういう方は逆にあの和式のトイレにあのこうしゃそうなんですよ、乗っかっちゃうんですよね、乗っかっちゃうんですよ、はい、しちゃうんで、うん、それはやめてください的な張り紙は最近多いですよね。インストラクションビデオとかこうつけとかないとね、はい、うん、だかなんか前入ったことあるトイレとかね、なんかあのこういう交通標識的なマークでこう、あの洋式便器の上にこうやってしゃがんでるのにバツがついてる、バツね、あ、はいはいはい、あ、でも僕どっかとある外国で、はい、あの空港で入ったらこうその便座の上に足型がいっぱいついてたんですよね。あ、やっぱり、うん、そういうのがあるんですね、はい、あの車のフロントガラスに手形がつくみたいな感じで、それは怖いね、それみたいにこう、うん、便座に足型がいっぱいつくホラーかと思ったら、ただあの、うん、たそうやって人がしゃがんでただけっていうね、便座に座るという文化がなかった、うん、そうなんですよ、うん、でね、とあるねイスラム圏の国に行くとね、はい、あのトイレちょっと入るじゃないですか、大きい方で行くと、はい、まあ普通だったらこうトイレットペーパーとかあると思うじゃないですか、はい、なんかねホースがそのホースは届くんですか？届く、長い方ですよ。あ、長い方ですか。あ、じゃあ自分で洗えという。そうです。あ、なるほど。あのイスラム圏の方々は黄金の左手、あ、はいはい、という左を制する者は世界を制するという、不浄の右手を使わなければ、個室にはなってるんですか？なってます、個室にはなってるんですけど、はい、長いホースがこれちょっと無理
やめましたけどね、うん、それもちょっとホラーですね、はい、中国のトイレはなんか、うん、あのトイレットペーパーが大概ないという話を聞いて、おそうですか、あのみんなはパクってちゃうらしいですだもんで、あの自販機があって1回分ずつ買うみたいな話を聞いたことがあります僕は行ったわけじゃない、はい、あ今日階段得してますね。あでもあれも階段ですよ。あれ階段ですね。なんかトイレ特集みたいですね最後。はい。ということでそろそろ時間がね参りましたんで。もうバレていくとんだ。はい。なんか最後はいつも通りやってしまったという。なんかすごい気合い入れて今日来たのにな階段ほど。あおーってこうおーってなる感じで来たんですけど。こんな感じで終わってしまいました。霊感ないからダメですわ。ダメですね。はい、ダメですね、はい。僕もなんかあれ以来何もないですもん。あれもちょっと幻覚やったかもしれないみたいなね。はい、感じです。はい、なんかこう修行して霊感を使う。ああ、でもそうですね。修行というとこあの、うん、またあの何でしたっけあの。あっちのね。モゴスとかそういう世界に行くのも嫌だ。ああ、あれね。あの修行ね。はい、崖でこう。崖のですね。怖いのは嫌なんで、ちょっと簡単な修行でなんだろうね。なんかね、あのできればあのイメージトレーニングで済むような、そうそうあの、ま、毎晩5分のイメージトレーニングで OK 的な、そう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 いうのでこう能力を開発していくみたいな。ある日なんか、はい、それで開眼したらすごいな。おお、すごいですよね。はい。いやいや、ちょっと誰が一番最初に霊感をつけるか。階段言うたらもう夏の風物詩みたいな感じですから、うん、はいはい、もう今やね、もうオールシーズンですから、そうですね、またね、はいはい、まあ、でもあの見ようと思えば見れる気がする、うん、はいはい、まあ普通の時でもちょっとあこういうの聞いたとかこういう体験したとかあったらまた言ってもいい、全然構わないです、はい、階段と同時に症状現象の方もね、おあの追求したいと、そうですね、ちょっとみんなここで今度スプーンやってみます？あ、そうですね。そうですか、スプーンで。はい。ね、もその手をやってるとあの、うん、カメラが壊れるという説もない。今日全然多分大丈夫だと思う。ですね。うん、はい、これ今こうあの見てると顔もあのほらフォーカスのやつがあるじゃないですか。誰で顔が映ってたり。よくあの聞く話だと。うん、心霊スポットへ行ってこうカメラ構えたら、うん、あのその顔認証の四角いやつがいっぱい出たっていう、うん、そういう話をよく聞きますけど、ね、はい、まあ、あるあるですよね、はい、はい、いや今のところこれは多分でも分かんないですね、 YouTube に上げた瞬間に、はい、ずっとここに人がいる、はい、ね、誰かがね、あ、なんか、うん、何をするでもなく立ってるとかそういうの不気味ですよね、でここにこう顔が切れた立ってる人がいるとかね、はい、あるかもしれない、ここに某厚木 の、 あのマスター、マスター、ここ平塚 の、 のマスターで、この辺、茅ヶ崎のマスターで、ふた、ピー川のマスターはい、ということで、はい、階段としては第1回、はい、階段特集、どうでしたでしょうか、はい、そこね、あの今頃、なんかあのこうパソコンに向かって話が違うじゃねえかって言ってるやつが、ね、いい友達がします、多分そういう人はここまで見てないです途中で変えてますから、はい、ということで、はい、はい、モークシャスの3人がお送りしました、モークシャスラジオボリューム8階段特集、しし、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、また次回。